はいどうも、料理のお兄さん、リュウジでーす。はい、ということでですね、今回は、旬のですね、こいつですね、ニラです。ニラの旬って今なのっていうふうに思われるかもしれないですけどね、春なんで、こちらをですね、今日はですね、生ニラ玉というですね、僕の大好きなあれしかなんですけど、これね、おつまみにもいいんですけど、ご飯にもいけちゃうですね、ちょっと万能なレシピで、旬のニラがですね、丸ごと食べられちゃうっていうですね、レシピなので、すごく簡単なんでね、ちょっと覚えて、いっていただきたいと思います。はい、では、早速作っていきたいと思います。まずニラ1袋をですね、はい、大体まあこれぐらいの、量のニラが売られてると思うんですけども、これ、もう洗ってあります。洗ってあるものをですね、切っていきたいと思います。ですね、3センチ幅ぐらいですねに、ザクザクと、切っていきます。3センチだよこれね、4センチぐらい、3センチ、まあいいか、まあ3センチでも4センチでもいいです。はい、こんな感じで、こんな感じで切ってください。このちょっとザルがボロくて申し訳ないですけど、入れていきます。はい、こんな感じですね。はい、お湯が沸きましたので、ここにですね、お湯をかけていきます。はい、無限キャベツと同じ要領ですね、お湯をかけます。これぐらいで結構ですね、だいたい2カップぐらい、なんていうんですか、ニラの、 食感とか臭さがあんまり好きじゃないっていう方は多めにかけてください。もうちょっと、かけようかな。だからしんなりした方が美味しいですね。はい、あと結構ね、茎のところは結構ニラっぽいので、重点的にかけた方がいいかもしれないです。僕はニラっぽい香り好きなので、このまま食べちゃいますね。はい、こんな感じですね。そしたら、はい、熱いので冷水で、今冷やしました。はい、ここからですね、キュッと揉み込んでいきます。今ね、結構、かけたので、ニラの臭さは結構なくなってます。結構ね、しんなりしてくるんですねこれね。はい、水気が残ってるとね、味がぼけてしまいますんで、結構ね、僕は水分を飛ばしちゃいます。飛ばすというか握って、水分を出しちゃいます。そうするとね、あれだけあったニラがここまでちっちゃくなっちゃうんですね。なので茎の部分をね、ぜひ使ってくださいねこれね。はい、あとはニラの匂いが大丈夫だっていう方は、もうちょっとお湯加減をね、浅漬かりにしていただくと、ニラの香りが残って結構パンチの効いた味になります。はい、これですね。はい、ドーンと。はい、ここからね、ちょっとね、綺麗にしていきましょうね。さっと湯通しすることによってですね、生の感覚 と、火の通った感覚がね、両方味わえるっていうですね、生のようで生じゃない、ちょっと生なニラになるんですね。はい、生ニラ玉というくらいですからね、ちょっとここからちょっと、味付けとトッピングしていきます。この真ん中にくぼみをつけて、卵黄を落とします。で、タレですね、タレはね、醤油 と、白だしを、1対1で割ったものですね、小さじ1、ずつ混ぜたものをかけて、はい、ということでもうこれで完成です。はい、生ニラ玉の完成です。はい、ということです。できましたので、今日はですね、この生ニラ玉、僕的には、日本酒がものすごい合うのでね、今日はですね、珍しくハイボールじゃなくてですね、日本酒を、飲みたいと思います。これでいく日本酒がね、たまんないんですよこれ。はい、で、今日はですね、ちょっと友人にもらったんですけども、北海道のお酒の国まれですね、はい、これを合わせたいと。これはね、すごく美味しかったんで、じゃちょっといただきたいと思います。まずですね、僕は卵黄をプツッと割ってですね、もうなじませちゃうんですね。はい、最初からクライマックスでいこうと思います。こちら、正直ね、今回、まあ、僕のレシピなんですけども、久々に食べるんでちょっと味忘れてます。はい、そういただきたいと思います。いただきます。
めちゃめちゃうまいですね。何がうまいって、茹でてないんですよね、これね。茹でてなくてお湯をかけただけなので、やっぱりそのニラ自体の食感というのはかなり残ってるんですね。ここにですね、卵黄のコクっていうのと、あとまあ、白だしと、醤油を合わせることによってだし醤油になってますので、うまみもしっかり感じられます。味はまあ僕が酒飲みなので、ちょっと濃いめに、設定してあります。ただ卵黄と、一緒に食べることでかなりマイルドになりますね。皆さん、これ僕が噛んでる時のこのニラのこう音分かりますかね。それぐらいで旬のニラがですね、とてもいい味を出してます。臭みもそんなにないですね。結構お湯かけたので、はい、まあ、今お酒と合わせてるんですけども、ご飯にこのまま乗っけてもうまいですね。その時もさっきみたいなだし醤油をかけてあげてください。そうそう、ニラ玉ご飯になるのでね、これもね、ものすごい美味しい。その時は僕は白身もね入れちゃうんでですね、まあ、だからニラ TKG みたいになるんですね。これもですね、ニラの、食感がですね、これぐらい残ってた方が、僕的にはかなり美味しいのでですね、そちらもですね、ぜひね試してみていただきたいなと思います。とにかくこれ、おつまみに最適なのね。はい、ご飯にも合いますけど、僕はおつまみで食うのが、ね、ほとんどなんですけど、これはね、うちのみにした奴らにもね、食べさすことがあるんですけど、とかなり人気の高いメニューなんですね。うん。いや、本当にこの半生のニラのね、食感と味、ぜひ皆さんにね、食べていただきたいと思います。それではですね、皆さん、この鉛が玉、美味しそうだなとかですね、作ってみたいなとか思った方はですね、ぜひ高評価およびチャンネル登録よろしくお願いします。